友達や多くの人がしていることがいつも正しいとは限りません。なぜならみんながシンキングエラーを起こしていることもあるからです。友達が言ったから、みんながしているからという理由だけで自分で考えずに同じことをしてしまうのはとても危険です。そのことで誰かが辛い気持ちになっていたら、それはいじめです。大切なことは自分で正しいか正しくないか判断することです。誘われても自分でよく考えて、何かおかしい、特に誰かがそのことで傷つくと思ったらやらないことが大切です。判断に迷ったら友達や大人に相談しましょう。あなたが同じような場面になったらどうしますか？どんな行動をとりますか？考えてみて、できたら練習してみるといいですね。